真田亮3年広島ユースプレミアウエスト、ユース屈指のイケメン、ずば抜けたフィニッシュの精度を持つ10番エース。ジュニアユース時代にクラセン優勝 &MVP を獲得。ユースでは1年から出番をつかみ、兄の早田と2トップを組んだこともある。今年はルヴァンカップで先発も経験。シュートはもちろん、キャリアで鋭いドリブルや前を向くトラップ&ターンの技術も高く、サイドや一塁下がった位置からのチャンスメイク力も非凡。現在プレミアウエスト得点ランク3位。松島慎之介3年京都アンダー18プレミアウエスト。怪物、しなやかな身のこなしと柔らかいボールコントロールで起点になる左利きの技巧派ファード。本人はメッシュを参考にしていると語るように、ドリブルやシュートセンスは抜群で、そこにプロフ通りのフィジカルも合わさり、好調時は手をつけられない子を持つ。小川志保3年セレッソ大阪アンダー18プレミアウエスト。昨年 J3 でもゴール。セレッソ大阪アンダー15時代は下川春樹とコンビを組み、クラセン準勝に貢献。小柄だがパワーとテクニック、ゴールの嗅覚が抜群で、まるで大久保嘉人を彷彿させる。
下川春樹3年セレッソ大阪アンダー18プレミアベスト復活なるか。アンダー15時代はアンダー16代表に入るなど世代を代表するフォワードだったが、ユースでは期待ほどのプレーは見せられていない。長身と足元の高い技術を生かしたポスト、ダイナミックでスケールの大きいフィニッシュワークが光る。高柳英次郎3年広島ユースプレミアベスト、現在プレミアベスト得点ランク2位。頭、両足、抜け出し、ドリブル、クロスからとどこからでも点を取れるゴールゲッター。公式身長よりもっと高く見えるぐらいゴール前での存在感、期待感は大きい。